こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では高いジャケットと安いジャケット、その違いを見極めることができるのかというテーマでお話をしてみたいと思っています。僕にとってネイビージャケットというのはなくてはならないアイテムの一つなんですね。どういう場面で着るのかというと、これはですね、オンオフ両方とも使うことができるんですね。例えばオフの機会だったらそんなに活躍機会は多くはないんですが、ちょっとですね、いいお店に食事に行く機会だとか、あとは親戚の家に行ったりですとか、あとは子供の参観日の時なんかにこういったネイビージャケットを着るんですね。あとやっぱりですね、このネイビージャケットというのはオンで着ることがめちゃくちゃ多いんですよね。最近はですね、ビジネスウェアがどんどんカジュアル化してきているので、あまり上下のスーツを着ることは多くなくて、こういったネイビーのジャケット1着あればそれがですね、フォーマルな着こなしになるのかなと思っています。僕は普段ですね、スタイリングをする際にもこういったネイビーのジャケットを着ることが多いです。その内側には T シャツを着たいだとか、あとはノーネクタイのシャツを着たいだとか、たまにはですね、ネクタイを締めることがあるんですが、カチッとしたスーツの上下でネクタイを締めるのではなくて、ちょっとカジュアル感のあるジャケットとパンツ、このセットアップに対してネクタイを締めることがあったりするので、意外と1着のネイビージャケットがあると様々な場面で使うことができるのかなと思っています。そういう点でもこのネイビーのジャケットというのはメンズファッションにおけるマスターピースのような存在なのかなと思っています。ですので僕自身もネイビージャケットが好きで、様々なものを今まで買ってきました。正直ですね、ネイビーのジャケットだけで20着以上は買ったかなと思っています。その中で今手元に残っているのは7着ほどなんですが、その中で今回はですね、僕の私物のジャケットを3着持ってきました。どれもシンプルなネイビーのジャケットではあるんですが、価格帯が全く違うんですね。今日持ってきたのは6000円、2万円、そして10万円という形で、一応松竹梅で様々な価格帯のものを持ってきました。僕の中ではもちろんですね、このジャケットの明確な違いというのは感じ取ってるわけなんですが、実際この動画を見ていただいている皆さんにとって、この3着の違いというのはどこまで見分けることができるのか、これをですね、ちょっと検証してみたいなと思っています。これから3着のジャケットを実際に着て皆さんに見ていただきます。もちろん最初は値段を言わないので、皆さんの中でどれが一番安くてどれが一番高いのかをぜひ予想をしていただきたいなと思っています。そして最後にですね、答え合わせをします。実はこれが一番高かったんですよ、一方でこれが一番安かったんですよ。この違いって見て分かりましたか、という形でですね、実際にどれぐらいの差があるのかというところを検証してみたいなと思っています。こちらの動画では30代40代の大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速1着目からちょっとですね、実際に解説をしたいなと思うんですが、今着ているですね、ネイビーのジャケット、こちらから見てみたいなと思っています。実はですね、こちらのジャケットというのは動画の中で一番着ていることが多いものなんですね。ですので皆さんにとっても見慣れているアイテムなのかなと思っています。簡単に説明しますと、ネイビーの中でもですね、割とこうブルーっぽい感じの色味になっていますね。で、サイズ感はですね、ちょっと近づいてみましょうか。こんな具合でかなりフィット感があります。こちらの第一ボタンを開けた時にもしっかりとですね、このウエスト部分がくびれていて自分の体にしっかりと合っているのが分かっていただけるかなと思います。主にこのジャケットを僕はですね、 T シャツとかと合わせることが多いですね。ちょっと一周回ってみますかね。はい、背中のフィット感というのも結構いい感じかなと思います。サイズ感に関してはですね、かなりですね、満足度の高い仕上がりになっていますね。まず1着目はこちらを基準としながら、ぜひ皆さんには予想していただきたいなと思っています。こちらは6000円なのか2万円なのか、それとも10万円なのか、果たしてどの価格帯なのか、ぜひ皆さんも予想していただきたいなと思っています。はい、着替えてみました。2着目のジャケットなんですけども、どうでしょうか。もう少しですね、近くに行って見てみたいと思います。はい、こんな感じですね。サイズ感に関しては、第一ボタンを止めてもですね、フィット感すごく高くて非常にいい雰囲気かなと思います。先ほどのジャケットと比べてどうでしょうか。フィッティングとしてはですね、こちらも細身でウエストがグッと入っているのが分かるかなと思います。色味に関してはこちらの方が濃紺ですね。青みというよりはどちらかというとブラックの方向に近いようなネイビーかなと思います。よく見るとネイビーなんですけども、少し紫がかったですね、すごく上品な色合いになっているかなと思います。で、着丈の
長さですとかウエストのフィット感、あとは後ろを見ていただいてもですね、まあ、背中もしっかりと合っているのですごくバランスのいいサイズ感かなと思っています。まあ、先ほどと比べてもですね、どこが一番違うのかというと色味が違うところとやはりデザインですよね。同じようなタイトなジャケットであっても襟の大きさも違うし、あとはですねこの V ゾーンの深さも違ってきますし、あとはポケットの付け方も違かったりするんですね。こちらはパッチポケットといってポケットが外に縫い付けられているようなものになるんですけども、そういったディティールなんかも変わってくるんですが、こちらの2着目のジャケットは果たして6000円なのか2万円なのか10万円なのか、皆さんもぜひ予想していただきたいなと思っています。はい、着替えてみました。3点目のネイビージャケットはこちらになります。どうでしょうか。もうちょっと近くに行ってお見せしたいなと思います。はい、こんな感じですね。ボタンを閉めるとフィット感はですねこんな感じですね。まあ、先ほどの2着と比べるとややウエストにゆとりがあるかなと思うんですが、それでもですねかなりフィット感のあるようなジャケットになっているかなと思います。僕は身長164センチ55キロで小柄なので、割とですねサイズの合うジャケットを見つけるのが難しいんですよね。どれも自分の体型には少し大きすぎてなかなかジャケットが様にならないことが多かったんですが、その中でもこのジャケットというのはコンパクトにできているので僕の体型には合ってるのかなというふうに思っています。まあ、生地の質感とかもやっぱりちょっと違いがあるかなと思うんですけども、すごくですねストレッチ感があってこれはすごく着心地がいいなという感じがします。すごく今っぽい仕上がりかなと思うんですけども、あんまり喋れば喋るほどですねヒントが多くなってしまうのでこのあたりにしたいなと思うんですが、非常にバランスのいいジャケットに仕上がっているのかなと思います。こちらは果たして6000円なのか2万円なのかそれとも10万円なのか、ぜひ皆さん予想していただきたいなと思っています。はい、ということでまた1着目のジャケットに戻りました。ここからはですね答え合わせをしたいなと思うんですが、まず一番最初に着ていたジャケットですね、こちらのジャケットの価格帯はズバリですね2万円というところが正解でした。こちらユナイテッドアローズグリーンレーベルのジャケットで、昨年購入したんですがこれが結構大ヒットでめちゃくちゃ動画の中で来ましたね。どこが気に入ったのかというと、まずはですね誰でも買いやすい価格帯なのかなと思っています。確かにジャケットというのは安いものだと本当に1万円未満のものもありますが、高いものだと本当に10万円以上のものはいっぱいあるんですね。その中である程度価格帯を抑えながらデザインですとかサイズ感ですとか質感全てのバランスがいいのがこのユナイテッドアローズグリーンレーベルの一着で、まあ、この YouTube のチャンネルの中でも皆さんにもトライしていただきやすい一着かなと思って僕は日頃からこちらを着るようにしています。まあ、僕自身がいつも高い服ばかりを着ているとなかなかそれが再現性がないのかなと思ってまして、まあ、なるべく皆さんにとっても手が届きやすいようなアイテムを僕自身は選んでこのチャンネルの中では着るようにしています。まあ、色味に関してもネイビーなんですけども決して暗すぎずに T シャツですとかニットですとかカジュアルなシャツとも合いそうなですね非常に使いやすいような雰囲気になっているかなと思っています。まずはですねこちらのジャケットを基準にしながら次のジャケットをもう一度着てみたいなと思っています。はい、続いて2着目なんですが着てみたんですがどうでしょうか。はい、これ正解を言いたいと思うんですけども6000円なのかもしくは10万円なのか、正解はですねこちらは10万円のジャケットですね。どうでしょうか。そう言われてから見てみると高そうに見えるかなと思います。まあ、それはちょっとした先入観もあるかなと思うんですが、こちらがですね高い10万円のジャケットでイタリアのですねタリアトーレというブランドのものになります。まあ、僕はですねこのブランドのジャケットが好きで合計3着所有してるんですが、僕の体型には非常によく合ってる1着かなと思っています。まずどこがいいのかというとサイズがですね割とコンパクトなんですね。イタリアブランドにもですね様々なものがあって、まあ、代表的なところで言えばイザイアだとかタリアトーレだとかラルディーニだとかあとはボリオリだとかこういったブランドがあるんですけども、その中でもこのタリアトーレというのは結構ですねウエストのシェイプがグッと絞られているので僕の結構痩せ型の体型には合いやすいのかなと思っています。まあ、この3つの中で一番ですねサイズ感としては攻めているのがこちらのタリアトーレになります。まあ、大衆的な価格帯のジャケットとある程度高価格帯のジャケットの違いっていうのはまずこのデザインのですね攻め方っていうところも一つ変わってくるのかなと思っています。まあ、やっぱりユニクロのようにベーシックで様々な年代の方が着るようなブランドというのはそこまでですねサイズ感で攻めることってなかったりするんですね。まあ、ジャケットに関してもウエストを絞りすぎると着れる人の範囲が狭まってしまうし好き嫌いというところが大きく分かれてしまうのでなかなかそこまで攻めたことができないんですが、まあ、タリアトーレというイタリアのブランドであればこの美しいシルエットというのが一つの持ち味になっているのでここまで攻めることができるんですね。まあ、こういった美しいフィッティングというところに僕は魅力を感じてタリアトーレを着るようにしています。で、生地の質感なんですけどこれは見ていただいて分かるんですかね。
まあ、ネイビーなんですけども少し紫がかっていて、生地にですねちょっと滑らかな光沢感があるんですね。まあ、安い生地感だとですね光沢感はあるんですけど、なんか安っぽく分かりやすい光り方をするんですが、まあ、こちらのタリアトーレのジャケットに関しては滑らかで地味な光り方するんですね。まあ、品があると言った方がいいのかな。そのですね色の上品さというところは、まあ、この動画を見て分かっていただけるのかはちょっと疑問なんですが、まあ、着ている本人としてはですね結構違いとしては明確に感じているところではあります。これはですね動画を見ている方にはなかなか伝わらないかもしれないですが、実際に着た時の柔らかいふんわりとしたフィット感というのがこのタリアトーレのすごく魅力かなと思っています。まあ、ジャケット自体に立体感があるという表現をよく使うんですが、自分の体に柔らかくですねフィットするようなその心地の良さというのが高いジャケットにはやっぱりあるんですね。着た時にですね体に馴染みやすいんですよね。これもですね着て2年ぐらい経つんですけども、ちょっと高いものを買うと着れば着るほど自分の体型というところにしっかりとフィットするというところが高いジャケットの一つの特徴なのかなと思っています。あと襟周りのデザインなんかもちょっと違くて、タリアトーレのジャケットというのは少しですねラペル幅が広めなんですね。男らしいがっちりとしたデザインになっていまして、まあ、こういうところもですね正統派のジャケットという雰囲気が漂ってくるのかなと思っています。ただこういったところって結構自己満足のところが多くて、動画で見てどれぐらいわかるかどうか、実際に6000円のジャケットとこの10万円のジャケットの差が価格ほどですね伝わるかどうかというところはちょっと絶妙かなと思うんですが、まあ、ジャケット好きの僕からすると非常にですね差が分かって着ていて満足感の高い一着かなというふうに思っています。ということで今回ご用意した3着の中では今着ているジャケットが一番高い10万円のものになります。最後ですねこちらのジャケットを着ながらどういう違いがあるのかも皆さんにもう一度見ていただきたいなと思っています。はい、実際に着てみました。まあ、こちらはですねもう実際に結論が出てるんですが、6000円のジャケットになります。まあ、どこのものかというとユニクロの感動ジャケットというものになります。これもねよくできてるんですよね。まあ、見ていただくとですねフィット感としては、まあ、先ほどの2着に比べるとやや大きいんですね。ウエストもですね見ていただくと分かると思うんですが、拳一つ余裕で入る形で、まあ、そんなにタイトではないかなと思うんですが、それでもですね164センチ55キロの僕にはそんなに大きい感じはしないので、カジュアル使いするには十分かなというふうに思っています。こちらはユニクロの感動ジャケットの中でも袖が少し短めのもの、そして着丈がちょっと短めなものをあえて選んでるんですね。まあ、感動ジャケットにも様々なものがあるので、なるべく自分の体に合ったものを選んでいただきたいなと思うんですが、まあ、これで6000円というのは正直感動できるレベルかなと思っています。まあ、一般的にジャケットを選ぶのであればこれで全く問題はないかなと思うんですね。まあ、ジャケットというのは高いものだと平気で5万円以上のものがゴロゴロとあるわけなので、その中で6000円でこの見た目というのは非常にコストパフォーマンスが高いのかなと思います。ただですねこのように3着を実際に着比べてみると、それぞれに違いというのが明確に分かるなと僕自身は感じています。それは皆さんから見てどうなのかっていうのはちょっとまた別問題なんですが、どこが具体的に違うのかというと、まあ、サイズ感っていうのもジャストフィットにはならないですね。先ほどもちょっと触れたんですが、ユニクロというのはそんなに攻めたデザインだとかサイズ感のものは多くないので、まあ、このウエストの絞りもですねそんなに大きくはないので、どうしてもフィット感としてはもう一歩かなという感じはしています。まあ、着た時の肌触りというのもですねちょっとですね河川っぽさというところが感じられるかなと思っています。体にすんなりと馴染むというよりはやっぱり服を着てるな、ジャケット着てるなという感じはします。それでもですねストレッチは効いていて決して不快な感じはしないんですが、滑らかさだとかしなやかさというところでは先ほどの2着に比べるとやや劣るかなという感じはします。ただこれはですね実際に着て比べたから分かる話で、これだけを着たら全く問題にならないレベルなのかなというふうには思っています。今回ですねこのように3着のジャケットを着比べてみたわけですが、まあ、見た感じとしてはですねそこまで違いというのは分かりづらいかなと思っています。特にジャケットに関しては僕は一番重要なのはサイズのフィット感だと思ってるんですね。どんなに高いジャケットであってもどうしてもですねジャケットが大きかったりするとそれがですね素敵に見えることはまずないかなと思っています。自分の体にしっかりと合っていること、ここが大前提としてジャケットというのは選ぶことが大事なんですが、どれもですねこの3つはそれぞれ合ってるかなと思うんですね。そうすると見栄えとしてはそこまで大きくは変わらないかなと思っています。ただそうはいつも着ていて気分が高まるかどうかという心理的な点で言えば、もう断然ですねタリアトーレのジャケットが僕の中ではナンバーワンで、まあ、一番バランスが取れているのはこちらのグリーンレベルのジャケットかなと思っています。ですので動画を見ていただいている30代40代の男性に向けてでしたら、まあ、断然グリーンレベルが買いやすくて、まあ、サイズ感フィッティングも完璧ですごくおすすめができる一着なのかなと思っています。
そしてジャケットをあんまり普段着ない方だとか、あまり着慣れてない方というのは、まずはユニクロからトライしてみるというのが一番いいのかなと思っています。そしてこの動画を見ていただいている方の中には、こういったセレクトショップの服というのをたくさん買ってちょっと飽きてきてるなとか、もうちょっとワクワク感が欲しいなという方も中にはいらっしゃるかなと思うんですね。そういう場合のステップアップとして、こういうですね、しっかりとしたジャケットがあれば、まあ大体5年ぐらいはですね、すごく楽しんでいただけるのかなと思いますので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。